ちょうちょ、どうでしょう、そのバイクの街を上野って言って、まあ、僕たちは認識してるんですけど、はい、その状況は変わりはないんですか。それは変わりないですね。より今強くなってると思いますよ。これは、ちょうちょ案件でよろしいですか。案件でよろしい、まあ、ありがとうございます。ぜひお越しください。次の取材に気を入れてないといけない。はい、美しい山里、小鹿野町、花と歌舞伎と名水の町、小鹿野町、大体の皆さんぜひお越しください。お待ちしております。よろしくお願いします。小鹿野ブースにやってまいりまして、ここではですね、スペシャル、インタビュアーとして、この人を迎えています。どうぞ。小鹿野町長森慎太郎さん。そうか、あ、僕ただの一般人ですけど、元ツーリングというツーリング雑誌をやっております神田と申します。はい、神田でございます。で、神ちゃんを交えて今ちょっと話してましたけど、ご自身のお立場とお名前いただいてよろしいでしょうか。はい、小鹿野町長の森慎太郎です。よろしくお願いします。まあ、めちゃめちゃいいですよ。あの声がまずいいですよね。いいですね。そう、相当伝わるものが伝わりますよね。いやいやいや、いや、でも町長、どうでしょう、そのバイクの街小鹿野って言って、まあ、僕たちは認識してるんですけど、はい、その状況は変わりはないんでしょうか。それは変わりないですね。より今強くなってると思いますよ。町民の方もですね、はい、非常に喜んでライダーを迎えてますんで、私も一生懸命行政サイドも応援してます。小鹿野町は埼玉県の北西部に位置し、秩父盆地の西側に市街地を形成しています。中心部の小鹿野地区は県内でもいち早く教育、交通、産業の振興など各分野で近代化が進められ、西秩父地域の中心地として発展してきました。公共交通機関などの交通網が発達しなかったことで、開発が進まなかったおかげで小鹿野には豊かな自然が残りました。日本百名山の両神山、日本の滝百選の丸神の滝、平成の名水百選の毘沙門水、日本の地質百選の洋化けなどに代表される自然がたくさん残っています。近年、両神山の花の里では日本有数の規模を誇るダリア園、尾の内渓谷で氷瀑といった新しい観光スポットが出てきています。平成23年9月には小鹿野町を含む秩父地域がジオパーク秩父として認定されました。豊かな自然と伝統芸能が息づく小鹿野町へぜひお出かけください。小鹿野町観光協会ホームページより抜粋。行政サイドさんの方でこれだけ盛り上げてくれる町なんて日本探しても本当に少ないですから、それが関東のツーリングスポットこういったところにあるっていうのは本当に嬉しい話ですよね。本当です。ありがとうございます。そう褒めてもらうとですね、より一層やる気が出ますね。いや、そうですね。当然そうやってこんだけ話して盛り上げてくれてるんだったら当然取材も来ますよね。いや、もちろん行きますよ。もう行ったことありますしね。ありがとうございます、はい、どうも。 だとしたらもうこれは町長案件でよろしいですか。案件でよろしい。ありがとうございます。じゃあぜひお越しください。次の取材は気合い入れてやらないといけないですね。はい、もうね、そうですね、ここで現地をいただきましたので、はい。何月頃が今小鹿野は見どころですか。やっぱ5月じゃないですかね。春いいと思いますよ。5月頃、やっぱりそうですね、ちょっと奥の方、両上の方とか行くと新緑が一番ね、眩しいんですよね。いいですよね。これはね、逃してはないですよ。いい温泉もありますし、ね、温泉もありますしね。でも町長が個人的にここが一番好きよってどこですか。あのね、両神のですね、丸神の滝っていうのがあるんですよ、はい、日本百名瀑の一つなんですけど、うん、そこは非常に綺麗ですよ。あら、もう新緑で、ちょっと写真撮りに行かせてください。いや、だからその町長おすすめスポットみたいな切り方もいいですね。もうちょっと一緒についてきていただいて、ガッツリやっちゃいましょうか。
乗りますよ、私も乗りますよ。町長、バイク乗られるんですか？バイクは乗らないけども、あの、いますよ。いや、もう案内します。関係ないですよ、すべてモビリティですか？モビリティ確かにね、いやすごいのが締結されました。はい、ありがとうございます。完全に牧人さんに乗せられた感じになってますけど。いや何、巻き込んでなんぼですよ。はい、巻き込まれてます。ぜひね、できればね、ほんで、あの、皆さんね、女性の方特にそうなんですけど、小金の町泊まると、あの、なんかいろんなサービスありますよ。ああ、そうですね、いい旅館もありますんで、はい、明治から続いてね、老舗旅館もあってね、美人おかみがいるんですよね。あらこれはすごい接待しちゃうんですよ。あとね、小金名泉がいいですよ。ああ、紀州名泉ね。紀州名泉、あれはいいんですね。デザインもいいしね。あれやっぱり、あの、着られるようなお宿とか。ああ、で、その小金町の須崎旅館なんていう、はい、そこは着付けしてくれるんですよ。あのね、あの、秩父名線を着て、さなりさなりと街中を。そうですよね、そういうことも必要ですよね。バイクも乗るのも楽しいけども、そういう文化にもね、触れるのが大事ですよね。大きいですね。はい、まあ、でも本当に、あの、泊まってよし、入ってよし、食べてよし。はい、ぜひぜひ、皆さん歓迎してますんで、興味あげて。はい、じゃあもう一回、あの、まだいらっしゃない方に向けて、小金にいらっしゃいます、ウェルカムメッセージを一つ。はい。美しい山里、小金町、花と歌舞伎と名水の町、小金町に、大体の皆さん、ぜひお越しください。お待ちしております。よろしくお願いします。ということでございまして、町長にお話をお伺いしました。本当に、かんちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。モトツーリングよろしくね。モトツーリングよろしくお願いします。立ち読みしてやってください。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルでは俺も人がバイクに関すること、キャンプに関することを発信しているよ。グッド評価、チャンネル登録をしてくれると新しい動画が配信された時お知らせが届きます。ぜひ登録してくれるな。よろしく。